プローディ委員会は、イタリアの元首相ロマーのプローディを委員長とする欧州委員会。プローディ委員会は1999年9月13日、不祥事を起こし気候の威信を傷つけたサンテール委員会の総辞職を受けて、暫定的に任命されていたマリン委員会を経て発足した。 当初委員は20名で構成され、その後2004年の欧州連合の拡大を受けて30名となった。プローディ委員会は加盟国の中でも規模が大きい5カ国が2人の委員を出していた最後の委員会となる。この10代目となる欧州委員会はアムステルダム条約により権限やその影響力が拡大されている。一部のメディアではプローディを EU の首相と表現している。EU の拡大やアムステルダム条約の他に、プローディ委員会の下では、ニース条約の発行、そして欧州憲法条約の策定と調印がなされた。この中で、プローディは、協議において、従来の方法を採用している。1999年にはユーロが導入され、2002年には、 全15加盟国中12カ国で現金が発行され、通貨統合がなされた。しかし、プローディ委員会は制裁を欠いていると批判され、その情報発信力の乏しさのために EU の拡大やユーロの登場といった大きな出来事があったにもかかわらず、それらに衝撃力を与えることができなかった。プローディ委員会は2004年10月31日で、 任期を終えるはずだったが、公認のバローゾ委員会の人事案が、欧州議会での承認を受けることができなかったため、同年11月21日まで任期が延長された。1999年の委員会発足当初は20人の委員がおり、その出身国別の内訳は、まず各国から一人ずつ、それに加えて、イタリア、フランス、ドイツ、 スペイン、イギリスの5大国からさらに1人ずつとなっていた。2004年には新たに15人の委員が信任され、うち5人は、任期満了となった委員との交代、残る10人は同年 EU に新規加盟した10、各国から任命されている。この時任命された委員の多くが、バローゾ委員会でも再任されている。新規加盟国出身の委員は既存の委員と、 担当分野を共有しており、ポストの新設や無認証の委員が出ることはなかった。以下の表は委員の人数を政治傾向ごとに示しており、一段が目は委員会の発足当初の数、二段目は新規加盟国出身の委員の数、三段目は退任時の数となっている。背景色はさらにその下の表の各委員の政治傾向も示している。ありがとうございます。